おはようございます、しょぼうです。今回はノートレビュー、リングノートラセーノです。キングジムさんの新しいリングノートラセーノの購入時レビューをしていきます。10月18日に発売になりまして、今1週間後、私ようやく購入いたしまして、いつもの購入品紹介の一つとしてやるのではなく、単体でやった方が面白いかなと思いまして、今動画を撮っております。もうこれはですね、リングが気にならないの究極系、これ以上あるのっていう感じのところまで来ておりまして、だいぶ面白いノートになってます。ピョコ。購入したのはラセーノの英語サイズブラックです。ラセーノは英語サイズと B5 サイズがあります。その小さい方、英語サイズです。カラーは7色、ピンク、イエロー、ミントグリーン、ブルー、ネイビー、ホワイト、ブラック。だいぶね、ネイビーと迷ったんですけど、最近白黒にまたハマっておりまして、白か黒で、その白じゃなく迷ってたのでブラックの方購入しました。でここにね、もう書いてある、引っ張るとスルスル外れるリーフの差し替えができる柔らかラセンリング、これですね、これ。もうそのキングジムさんといえばテフレーヌって、そのノートに1箇所ね、短めのリングで留めるノートというのが以前から発売されていたんですが、そのリング、まあこう書いてて手が触れないけれども、ここの位置にあるリングは硬かったんですね。それでまあ最近柔らかいリングというのが、私の知る限り2社から出てるのかなというものがあって、キングジムさんもその辺対応してきたのかなというところで、他のものはこう全部柔らかいのが続いているリングなんですけど、キングジムさんはまあテフレーヌからの流れなんでしょうね、上下に分けたリングがそれぞれ柔らかいということを選択されたようです。でここね、絵がね、つまんで取れるみたいな感じにこうなってるじゃないですか。これがまあ最大の特徴で、ただ柔らかくて上下についてるだけじゃなくて、スルッと取れるというところ、これね、後で実践しようと思うんですけど、そういった、とにかくリングが気にならないということをね、目指したノートになってます。いや、それだけじゃないんですよ、もちろんそれだけじゃなくて、いろんな使い勝手がねデザインされているんですけど、まあ特徴としてそこら辺が一番強いということで、でまずね、このリングを取る前に全体見ていきたいと思います。作りですね、まずこちら、まあ、ここにラセーノってロゴが入ってまして、 PP の表紙、裏もそうですね、表裏 PP のものになっていまして、でこれ開けますと、もうルーズリーフでも使える中紙になっています。英語サイズなので穴20個のルーズリーフに対応しておりまして、ただこのリングに対応しているものは、ここがね、ちょっとアップにしましょうか、ここがつながっているものなんですね。このリングの幅が広くて、ここの他のルーズリーフの穴には収まらない、対応していないということで、専用の用紙を使ってくださいということで、これがね、今横径、この B 径ね、6ミリの横径の紙のみになってます。ちょっとそこは私的には早めにグリッド方眼形出していただきたいなというところですけども、だいぶね、これ不思議な形で、これ皆さんね、これを見るとこの穴に対応したこれ出してくれたらいいのにって思うと思うんですよ。思うでしょ？まあ私もそうだったらいいなとは思いますけど、それはね、メーカーさんが
試してないわけないんですよね。私の想像でしかないですけど、テフレーヌの柔らかい版作るっていう考えもあったと思うんですよ。でもそれだとシステムなのか強度なのかでこれでいけるっていうものがまあ難しかったのかなと。でいろいろな選択がある中でこの形が一番コンセプトに合う形だったんだろうなって思うんですよ。試してないわけがないんですよ。この穴でこの形でっていうのはね。だからもうこれがベストだったんだと思うんですよね。ということで先に進みましょう。はい、それでこちらの紙は今回30枚、最大40枚まで収納できるそうです。それで、まあ30枚めくりますと、最後にね、説明の紙があります。取り外しの説明がありまして、ちょっと見えか、外し方。これね、本来はこうなってるものを1枚めくって、この突起、ここに書いてあります。この突起をつまんで引っ張りますと。おー、なんか勢いやっちゃいましたけど、取れますというふうに説明が書いてありまして、それで戻すときには下の方からここね、ちょっとこのね説明、ここにまあ私の目だとなかなか難しいんですけど、ここにね同じマーク入ってまして、ここから片手でいけるかな、ちょっと今取りながらなんでねこれをこう入れて、あ、片手でもいけるな。これはそれほど私のような不器用さんでも全然いけますね。大丈夫。これくるくる回して、最後ですね、最後は開いて、こちらだけね、ちょっと見えるかな、こちらだけ刺して、これで元通り、まあこうでね、外側にこのつまみが向いた状態で OK という感じで元に戻りました。で下はこの突起が下側に来てるので、同じように下側でつまんで取って、上側から入れてくださいねっていう説明が書いてあります、はい、こういう商品なんですね。もうなんかやっちゃいましたね。全体を見るって言っててリングの説明もしちゃいました。では裏抜けチェックやっていきたいと思います。裏抜けチェックで使用したペンはサラサドライ、エナージェル、ユニボール1、干し柿、これは万年筆インク干し柿です。そしてクリーンカラードット、この5種類です。さてどうなってますかね。よ、見えますかな。これサラサドライ、ここ大丈夫、エナージェルも問題なく、ユニボール1も大丈夫です。万年筆インクはちょっと怪しいので、あまりおすすめしない。クリーンカラードとはまあギリ耐えてる感じですね。なので軽く押す分には大丈夫だと思います。万年筆インクはものによっては抜けそうという感じですかね。紙の質に関してはこういった裏抜けチェックの結果になっております。それでちょっとね、左側ここ気になるじゃないですか。どういう感じか左側に、ね、書いてみたいと思います。書き心地の、まあ、テストということで、書房のもうすっかりはみ出してますけど、の文房具の、話、あ、ちょっと大丈夫になってきた話
では購入品レビュー、レビューなどしております。このぐらいでいいですか。そんな長い文章ここで書いてもしょうがないので、ちょっとね下手で申し訳ないのは今こうのけぞって書いてるからっていうことにしておいてください。それで紙自体の話ですけど、若干重め、書いてて少し重めな感じですね。だから書き応えがある、書いてるなっていう感じがあります。ぐいぐい書いてる感じ、表面をサラサラって滑る感じではないですね。私はこのぐいぐい書いていってるぜっていう紙もね好きなので、これはもう結構好みの紙かな。で、こちらなんですけど、ここのねなどを書いてるときにちょっとね分かりにくいんですけど、上からだと手が触れてません。まずこれは手フレームの位置って思っていいですかね。ここ書いてるときに触れないのでストレスがありません。それとこの下、ここですね、ここに書くとき当然手首ちょっと下あたりにねリングが触れるんですけど、これは全く痛くない。まあ当然ですよね、柔らかいから。なので本当にこれは気にならないですね。ルーズリーフ、リングノートのいいところ、パタって開く、まあなんなら折り返せるっていうのをちゃんと担保しつつ、当たっても全然大丈夫、もしくは当たらない、この真ん中がないことによってね、これがちゃんとできていって、まあもうその当然コンセプト通り、本当になんかリングが気にならないリングノートの究極系になっているかなと思います。あとはちょっと気になっているのは、今ここに出てきているこのしなりですかね。ちょっと一旦こうし畳んで揃えて、でちょっとリングの位置もねなるべくいい位置に来るようにして、こう開いた時に若干やっぱりこの突起の部分がね浮くんですよね。それを気にするかどうか。最初の方のページだったらもう全く気にならないんですよ。ここね、ここなんかはほとんど気にならないんですけど、後ろに来るとちょっと浮きが気になるかもなっていう感じ。これをどう捉えるか。他のリングノートでもこうなることはもう当然あるわけで、このノートだけの問題ではないと私は思うんですね。なのでだからダメとかではなくて、これはいろいろなノートでいろいろなこう浮きとか歪みとか、まあそれこそリングが手に当たるとかそういうことがあるっていうのをこう長所を取って私は選びたいので、まあここは飲み込めるかなって思います。といった感じでラセーヌをレビューしてみました。紙質は好みかな。柔らかくてちょっと沈むというか抵抗感があって、書いてるなっていうその書き応えのある紙、それと全くリングが気にならない、本当にびっくりするぐらい気にならないっていうところで、まあ結構好みなノートではあります。私はねそのページの浮きよりもこのね横系しかないっていうところが今ちょっと早くグリッド出してくんないかなって思って、まあこれね外したら普通のルーズリーフにストックしておけるので、どんどん外して保存しておけるっていうところもねいいところだと思います。そのだからこれに合わせた商品しか合わないんじゃなくって、これ以外の、まあ、バインダーもちゃんと使えますよっていう風になってる中紙の、ね、設計とかはとてもいいんじゃないでしょうか。といった感じの柔らかラセンリングラセーヌのご紹介でした。ピョコ。
今回は購入時レビューということで、購入したばかりのラセーヌのレビューをしてみましたけれども、いや、ノートをね、細かく見ていくのって楽しいですよね。もちろんその全部お伝えできてないって思うんですよ。メーカーの担当さんが見てたら、もっとこういいとこあるのになみたいなこと、もっとね細かいところでいいデザインしてるのになって思われるね可能性もありますけれども、まあ頑張って全部見てチェックしてみましたよ。こんなに簡単に取り外しができる柔らかリングノートで、まあ私が知る限り一つかなしかないので、選択肢ができたことは非常に素晴らしいと思います。もう本当にあとは方眼出てくださいねっていうことぐらいですかね、私はリクエストとしてはね。でも、もうワンサイズしたのもあったらいいなーって、テフレームとかもないんでしたっけ？テフレームは一時期細いの出してたので、ワンサイズ小さいの。でもまあメジャーサイズの方がいいんでしょうね。といったところで、今回は終わりにしたいと思います。このチャンネルでは、購入品紹介、文房具レビュー、それから私の手帳のお話をしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルとサードチャンネルもやっております。サブチャンネルでは文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話、文房具がある生活のお話、それからトラベラーズノートのお話をしております。サードチャンネルでは手帳を持って散歩に出かける、旅行に出かけるといったテーマでお話をしております。サブチャンネルもサードチャンネルもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグ、しょぼーず、ひらがなで、しょぼーずで、視聴者の皆さんが交流されてます。概要欄に、サブチャンネル、サードチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは、最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼーでした。ではまた。